こんにちは、ピティです。ピンク、ラテ、ティー、イー始まるよ。イエーイ。皆さんおはようございます。今日の企画はピンクラテ TV 撮影前のルーティーンをご紹介したいと思います。それではどうぞ。ヘアメイクさんが到着されて準備をしていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんとですね、ドライヤーにヘアアイロン、コテが2つ、ゴムやピンもたくさんですね。ヘアメイク道具もいっぱいご用意いただいております。見てください皆さん、このブラシの数何本あるんですか。これ数えたことないどんどん増えていきますよね、はい、プロですのでね、夢のようなコスメの数を持ってらっしゃいますね。ではでは、みんなが来るのを待ちます。はい、今ですね9時40分なんですけど、10時入り予定のゆらりが到着したとのことですので、1階に迎えに行きます。今日は雨が降ってるのでだいぶ寒いんですよね。雪の予報だったんですけど雪は降ってないみたい。でもめちゃめちゃ寒いです。なんか見えましたねおはよう。おはようございます。あら撮影前のルーティンをね、今日撮ってるの朝からめっちゃ元気じゃんいっぱい隠れてるから、ほぼ見えないからゆらりとか今日雨降ってるんですよ、うんうん、めっちゃ降ってるよね。なんで持ってくれないのか愛媛まで私ずっと室内だったんでしょ。あ、そっかそっか。知らなくて、うん、今日東京に雨が降ってること知らなかったあれさんやばいよ。ゆらりが一番乗りですね。あ、一番乗りですか。うん、イエー。あ、今日は制服がありますね。あ、今日ねちょっと制服も着ます。イエーイ。おはようございます。今から準備します。ポミフルありますね今日。あ、今日ポミフル買ってきたの。今日大好きなものしかないですよ。マジでやっぱセレクト良かったかな私。コロロはアリアが好きだから、でポミフルはなんか誰か好きだったなって思ってユラリか、ユラリだったな。あと卵ボールもめっちゃ好き。そう、卵ボールこの前一瞬でなくなったじゃん。だからちょっと今日は多めに買ってきた。では準備します。はい、はい、今9時50分です。10時集合予定のアリアが来たので迎えに来てます。今日ね遅刻総選挙の企画はやってないんですけど、みんななんか10分前とか20分前とか早めに来てくれてるので、あの企画がたまたまじゃなかったことがお分かりいただけるんじゃないでしょうか。視聴者の皆さんに、ピンクラテ TV のモデルはみんなねちゃんと時間通りにやってきてくれてますよ、いつも。おはよう。おはようございます。今日はね撮影前のルーティーン動画を撮ってるの。あ、ここから撮るんですねそう、ここから撮るの今ね。ちなみにアリアの顔ねマスクでほぼ見えてない。いや、見てます。いや、ほぼ見えてない。目が見えてる寒い。今日さ突然に寒くない？そうですね、なんかどうしたみたいな。急にどうしただよねアリアさん。9時50分入り、はい、イエーイ。皆さん、明けましておめでとうございます。はい、届いた年賀状とかを見ていて、めっちゃね、気になるものを見つけました。ドドン。それすごいよね、本当にすごい。めちゃめちゃ凝ってる。どうやったみたいな。どうやったって感じだよね、本当すごい。本当にこれとこれの組み合わせもいいし、ここが切り取ってるところ、ね、この加工の仕方をさ教えてほしい。教えてほしい、講座してほしい。本当めっちゃ字も綺麗で、めっちゃ字もありがとうございます。本当にこれはね、すごい。めっちゃ可愛いの。しかもネズミ年じゃないですか、うん、なんかわざわざネズミのやつもつけてくれてね。本当上手。チューチューブ可愛い。本当、あ、かわいい。めっちゃかわいい。一人一人にさ、ネズミのやつつけてくれてるとこが本当に優しい。優しい、本当。ねえ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 、なんかさ、見たことある顔が。なんかかわいいなと思って見たことある。あ、あれこれは、あれあれなんか見たことある。石山恵子さんからの年賀状ですね。ありがとうございます。石山恵子さんはピティーズなんですね。あ、そうですね。あ、自分のお写真。いい感じに仕上がってますね、こちらも。ほんとね、これがこれがいい感じですね。ちょっと今日エコちゃん来たらさ、これで迎えようよいっぱいありがとうございます。ありがとうございます。これとかさ、ぎっしり、すごいぎっしりさ。ほんとですね、なんか一人一人に変えてね。嬉しいね、ほんと。私もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。こちらこそだよ、本当に。え、待って、これも可愛くないですか。そう、その似顔絵、一人一人の似顔絵すごいよね。ありがとうございます。ありがとうございます、本当に。え、もうこれとかも可愛い。あ、それでいつもね、ファンレターもくれる子。あ、みなちゃん。うんうん、アリアも届いたことある。うんうん、ね、会ったこともあるよね。本当に字が綺麗、超綺麗だよ、ね、丁寧、本当に、うん、皆さん本当に字が綺麗だし、いっぱい書いてくださって。待って、これおみくじじゃない？え、おみくじちょっとめくって。え、ちょっとめくっちゃう、うん、おみくじさ、つけてくれるの嬉しいよね。大吉嬉しい、ありがとう。やった、いいねがいっぱいもらえる1年。マジでやった、いいねいっぱいもらえる。やったね。しかもこれもネズミになってて可愛い。本当だ。ありがとうございます。やった、今日大吉。今日大吉。今年だよ。今年は1年まるまる大吉。そういえば、うん、神社に行った時に、うん、大吉と引いたんですよ。嘘。え、すごくないですか。今年絶対じゃ運いいじゃん。てか2回引いてるじゃん、大吉。え、うん、大大吉。大大吉。待って、これ可愛くない？この年賀状。え、可愛い。ネズミ一人一人がね、アルファベット持ってて。本当だ、可愛い。しかも見て、ピンクラテ TV が大大大好きって書いてくれてる。ありがとう。ありがとうございます。いや、本当に可愛いし嬉しい。でもアリアの一番の気に入りは、うん、これかな。あ、それかな。でも本当に凝ってらっしゃってわざわざね、写真もね、加工してくださってね、はい、ポーズもすごくいい感じに仕上がっております。本当にたくさんありがとうございます。ありがとうございます。年賀状とファンレターありがとうございました。今年もよろしくお願いします。お待ちしております。ありがとうございました。以上、アリアでした。続いてユナがやってきました。あ、ひめかもいる。おはよう。おはようございます。撮影前のね、ルーティンを撮ってるの、はい、はい、かわいいんですよ、LINE で、うん、今日一緒の動画あるねって連絡して、かわいい、楽しみだねって言って、かわいい。ひめユナも到着しました。ひめ、ひろ、ひろこ、ほんとちょっと待って、ひろこどうしたの。ひろこ、直してくれ、直してくれ。ひろこ多分ね、壁とお話ししてたわ、これ。確かに。ちょっと似てるし。似てる？ゆなとひろこ？あ、違います。壁。あ、壁とね。あ、ポーズ。壁だ、ポーズとって。めっちゃ雨だったから髪がすごい。なんか雪みたいなの降ってた。今日ね、雪の予報なの。そうだよ。そうだよ。そうだよ。寒そうですよね。寒い、絶対寒いでしょ。写真撮りたくて。おはようございます。揃いましたので、ね、ちょっとなんかイメージ違いますね。アリアに探偵みたいって言われました。あ、確かに。ちょっと探偵っぽいね。ウイ探偵。食べます？ありがとうございます。結構ね、ピンクラテ TV お菓子大好きなんで。はい、あ、定番のやつだ。悪いやつだな。悪いやつだな。ありがとう、ありがとう。出た出た。まあ、お弁当も美味しそうでございますね。お弁当も豪華なんですよ。本当だ。ちょ、後ほど紹介しますね。ちょっと後でしよう。でもこれ人気なんですよね。一番人気。お菓子紹介します。あ、お菓子紹介お願いします。来ました。ありがとうございます。ここに開けましたよ。ありがとうございます。あ、本当だ。開けました。開けました。でも動画の皆さんは開けおめじゃないけど。そうですね。開けおめ。そういえば開けおめだね。開けおめ。テンション高。これはラビーさんから、ありがとうございます。ありがとうございます。ディズニーのお土産をいただきました。わーい、めっちゃディズニー来た。美味しそう。早く食べたいな。いいな、ディズニー。これと巨大コイフル、ハリーとコラロ、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 これお弁当、コラロ一個でしょ。それは一個でしょ。一個だよ。若旦那がなんかの、ちょっとそれは私が食べたかったから。あら、美味しいですよね。美味しい。これのアーモンドも好きです。あ、アーモンドもいいよね。CM 来るかな。あ、ぽいよ、でも今ぽいよ。格好がぽい。アーモンド、チョコレート。それ若旦那だから今。あ、そっか。アーモンド出てた。なんかもう、あれ？と思ってて。チロル。いろんなチロル。懐かしい。懐かしい。本当に小さい頃、ちっちゃいこのぐらいの缶にめっちゃ集めて入れてたチロル。チロルのバケツが
みんなが大好きな卵ボール。あ、お泊まりした時あるよね、ピルタ。卵ボール、はい、美味しいんですよね。そう、みんな大好きな。ついこの前までピティとラビーさん の、はい、あの間でめっちゃブームだったの、卵ボール。そうそう。卵ボールってなんか種類によって卵味強かったりとか。そう、卵味。卵味なんか卵感、ね、卵感なんか牛乳味強かったりとか。あ、確かに確かに。雑穀米のことなんか言ってませんでした。雑穀に、あ、残穀米って言ったもう独特な表現。めちゃくちゃ前だよ ね、すごい、よう覚えてるね。よう覚えてるね。好感度、好感度。あと、あ、何飲みますか。自分で言うなよ。私ちゃん、私がつつげんで何飲みますか。もう、あ、ピキーさん、今日ちょっと温めるの手伝います。あ、ありがとうございます。すごい怖い。好感度、好感度、好感度上げようとしてないですか、なんかみんな。ちょっと髪が、髪が乱れてる。とんでもないな、みんな。エコが届いたみたいなので、姫香と一緒に迎えに行きます。行きます。行きます。エコ、エコ。あ、双子の妹。あ、やっぱなんか双子説出てたんですけど、私が生まれてからエコが生まれるまで1年かかったんです。あ、そうなんだ。それで1個さ、それ双子じゃないんじゃない。1年間お腹にいたんです。あ、そうなんだ。でも私と同時にお腹にいるから、出るだけ2年間もお腹にいるね。そうなんだ。結構ムクムクしてたんだ。そうなんですよ。そうなんだ。おはよう。おはー。すごいなんかあったかそうな格好してる。おはようございます。あ、石山。あ、石山さん。石山さん。石山さん。お弁当チンするために電子レンジ持ってきます。そうね、ピンクアンド TV は電子レンジごと移動させるっていう表現を。お弁当もたくさん持ってくるより電子レンジ1個持ってくる。そういう感じ。そういう感じ。いっぱい持ってかなきゃいけない。大きくしなきゃいけない。結構ね、こういう風にね、みんな手伝ってくれるんですよ、はい、いろいろと、はい、電子レンジを運ぶということまで手伝ってくれるという、はい、ありがとうございます。電子レンジ運んでくれてます。ありがとうございます。なんかね、もう右足に体重かけると膝が痛むんですよ。右足に体重かけてきた。本当今日私ちょっと風邪気味なんですけど。嘘、頑張ります。風邪気味でもしないで。体調は悪くならないんですよ、バカだから。どういうこと？寒気とか、どういうこと？鼻が出たりとかはするんですけど、うん、体調悪くならないんです。あ、それが体調悪いの？そう、それ体調悪いってことで。ありがとうございます。電子レンジの運ぶ仕事まで手伝っていただいて。新たな時代、こんな YouTube でさ、いまだかつて電子レンジをさ、モデルが運んでるところはさ、多分撮られてないと思う。確かに。電子レンジを運びながらおはようございますっていう自分初だと思う。 YouTube 初。なんかそういう仕事の人みたいな。業者。エコが到着しまして、みんなが揃いました。イエーイ。みんなお菓子を食べたり写真を撮ったりして過ごしておりますよ。チンしてきます。あ、チンしてきます。あけましておめでとうございます。あ、あけましておめでとうございます。お年賀でございます。え、お年賀いただけるんですか。はい、毎年。まあ、ありがとうございます。ご丁寧に、まあ、いただきました。お年賀ありがとう。みんなでいただきます。私からのお年賀チンしてきます。いや、それはお弁当でございます。はい、ではこれから撮影に行っていきたいと思います。もしこの動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。